今年も九戸村のスキー場がオープンしました。今年は気温が低く雪質がいいです。利用料金の手軽さが人気の理由になっています。道具やウェアのレンタルも可能。村民の方は半額でレンタルできます。初心者向けから上級者向けまで全部で3コースあります。すべてのコースでスキー・スノボーを楽しめます。9時から来ました。初めてだったんですけど、割と安いのに良くてとてもいいと思ってます。結構緩急があって、もしなかなか初心者向けだけど面白いかもしれるような感じでした。僕は3時から来ました。僕は今日5時から来ました。僕はダイナミックコース、少し急なところ。そう、ダイナミックコースで、段差が少しあったり急だから、スキー場に来てね。八戸です。悪くないです。安いですね。人も少なくて、安いから。お腹が減ったら西山荘へ。温かい店内で温かいご飯を食べることができます。一番人気は味噌ラーメン。ニンニクの効いたスープとたっぷりの野菜で。元気100倍です。こちらも看板メニュー、ジンギスカン定食。特製のタレで頬張るお肉は絶品です。スキー場の営業時間は9時から16時です。3月上旬までの営業予定です。最初は怖くて何回も転びました。はい、もう転ばなくなりました。スケートです。